阪神に突如現れた救世主。2022年初めて実施された現役ドラフトでソフトバンクから阪神タイガースに移籍した大竹耕太郎投手。大竹は4月8日のヤクルト戦で移籍後初登板し、6回被安打3無失点で勝ち投手になり、現役ドラフトで移籍した全6投手の中で最速の公式戦勝利をつかみました。5月5日の広島戦では7回無失点に抑え4戦4勝、初登板からの4連勝は球団初の快挙です。そして防御率は 0.36 に達し、勝利数はセリーグ単独トップになっています。この試合後、岡田監督は、ここまでの活躍を想定してないよ、そんなんするわけないでしょうと目を丸くする回答が続いています。大竹本人は、勝ち負けのつくつかないに関しては野手の皆さんの力です、僕がどうこうではなくリードしている中で投げさせてもらえるのが大きいと、感謝の思いを忘れない謙虚さを表した発言をしています。5月13日首位 DeNA 戦も6回被安打4失点1フォアボール1の堂々の投球で勝利投手になり、チームも DeNA と並んで首位に立ちました。ヒーローインタビューで子供記者から、好きな色はの質問に、もちろん黄色ですと答え、甲子園を大いに沸かせました。今回はなぜ大竹がここまでの活躍をできているのかについて迫っていきたいと思います。挫折が続く経歴からの飛躍。大竹は熊本県の済々黌高校出身。1年の夏からベンチ入り、秋からエースに。2年夏には甲子園出場を決め、3回戦で藤浪晋太郎、森友哉率いる大阪桐蔭に敗れています。3年春には選抜に出場。3年夏は県大会の準決勝で敗退し、甲子園出場を逃していますが、エースとしてチームを2回の甲子園出場に導きました。高校卒業後、早稲田大学に進学。2年生からエースに成長し、リーグ戦春夏連覇と全日本大学野球選手権大会優勝に貢献しました。しかし3年生、4年生は怪我に悩まされ、3年の秋季リーグ、4年の春季リーグともに未勝利に終わりました。そして2017年ドラフトでソフトバンクから育成4巡目で指名され、大学卒業後にプロの道に進みます。2018年はウエスタンリーグで8勝0敗、防御率 1.87 と好成績を残し、支配下登録され、8月1日の西武戦で先発し、8回2失点と好投し、育成出身では初となる1軍公式戦初先発初勝利。シーズン終盤は中継ぎに回り、最終的に3勝2敗、防御率 3.88。 CS や日本シリーズでも中継ぎとして登板。育成出身の1年目としては好調な滑り出しでした。2019年は開幕から先発ローテ入りしましたが、8月に登録抹消。そのままシーズンを終え、先発登板のみで5勝4敗、防御率 3.82 でした。2020年は肉離れの影響で1軍の登板機会が少なく、2勝0敗、防御率 2.30。 しかし2軍では最多勝利投手賞、最優秀防御率投手賞、勝率第1位投手賞、優秀投手賞を獲得。持っている実力の高さを示しました。2021年は開幕ローテ入りするも、最初のオリックス戦で3回7失点と炎上し登録抹消。結局このシーズンは2試合の登板にとどまり、防御率 15.75 と悔しい思いをしています。2022年も登板は2試合のみで、防御率 6.43。 ソフトバンク時代の5年間は通算で10勝9敗、防御率 4.07。 直近の数年間で結果を残せず、現役ドラフトで阪神へと移籍しました。阪神の移籍が決まり、大竹は新天地で一花咲かせようという気持ち。阪神はホークスと同じようにファンが熱いチーム、伝統もあり、あの甲子園で投げられると思うと今から気が引き締まりますと意気込みました。大学の先輩からの金言、そして成長。
阪神への移籍が決まった後、2023年1月に大竹は早稲田大学の先輩でありソフトバンクの大投手でもある和田剛に願い出て合同自主トレを行い指導を受けました。和田剛は41歳の大ベテランで日米通算155勝、大竹は多くのアドバイスを受けました。戦場に行くような感覚で野球をする。和田さんは頭脳派のイメージがあるかもしれないけど、気持ちがないと技術も伴わないとすごく言われた。戦場に行くような感覚で野球をしろと。僕はここ最近優しくなりすぎていたかなと思う。腹を据えて投げていきたい。新天地で新たな野球人生をする上で、古巣の大先輩から学んだ強い覚悟を口にしました。大竹と同じ左腕である和田からは、技術や考え方の面で多くのアドバイスを授かりました。中でも大竹の心に響いたのが、技術云々よりやっぱり気持ちが一番大事という言葉でした。この言葉で大竹は自分に足りていない大事なことに気づきました。大竹は野球を始めた少年時代からソフトバンク在籍時までは、感情を押し殺して野球をしてきた。ピッチャーたるものそうあるべきと思っていたと言います。抑えても打たれても淡々。しかし師と仰ぐ古巣の大先輩和田から、もっと表に出していった方がいいよと助言をもらい、その重要性に気づいたのです。一軍で投げてこそプロ野球選手。1年間一軍にいて投げる。そうすれば2桁もおのずと勝てる。エネルギー切れすることなく1年間主戦として投げていきたい。手薄な左の先発候補と見込まれての阪神からの指名。このチャンスを生かすべく、大竹は強い気持ちを持つことを意識するようになりました。大竹は3月15日のオープン戦の対 DeNA 戦で先発し、4回無失点と好投。3回ワンアウトでランナーを出しましたが、佐野、宮崎を連続三振で打ち取りました。試合後、大竹は実績あるバッターなんで腹を据えて思い切って投げました。それで打たれたら仕方がない。打たれないように打たれないようにって気持ちが強すぎて縮こまっていたんで大胆に行きました。和田の助言を見事に生かして好投に結びつけました。そしてシーズンが始まり、移籍後初登板の4月8日のヤクルト戦、大竹は6回無失点と好投しました。江本武則氏はこの日の大竹について、表情を見ていても厳しいじゃないですか。野球は楽しくヘラヘラやるもんじゃない。こういう切羽詰まってここは抑えるんだという気持ちが表情に出ています。それがピッチングにつながっていますよと、大竹の気持ちのこもったピッチングを高く評価しています。ソフトバンク時代からは一変して阪神で結果を残し続ける大竹。強い気持ちを持った投球が大竹を大きく成長させたのだと思われます。好投の理由。大竹はここまで5試合抜群の投球。相手に自分のスイングをさせておらず、最大の特徴は制球と緩急です。登板した4試合24回3分の2でフォアボールはわずか1個。この数字が示すように、打者の左右を問わず内でも外でもボール半個分を出し入れできるコントロールが素晴らしいです。まっすぐは140キロ台前半と今日のプロ野球では遅い部類ですが、100キロ台のカーブも交えた約30キロの緩急を駆使してタイミングを外しています。5月5日の広島戦の21アウト中、フライアウトが14個、三振は2個と少ないですが、打たせて取る投球が光り広島打線を封じ込めました。また大竹には投球のうまさ、高度な投球術があります。フォームは球持ちが良く、球の出どころが見えにくく、同じ腕の振りでフォーク、チェンジアップ、ツーシーム、スライダーなど多彩な変化球を投げます。広島打線は何を狙っていいかわからないように見えました。初回にピンチを迎えましたが、逆に相手の走塁死を引き出すほどじっくり時間をかけ、タイミングを合わせられないようにクイックで投げたり、打者の狙いを見破る鋭い嗅覚で付け入る隙を与えませんでした。投手層の厚かったソフトバンクではチャンスに恵まれませんでしたが、新天地で持ち味を最大限に発揮しています。5月13日 DeNA 戦でも6回を投げ4奪三振。
強打者佐野、外、牧、桑原、関根、そして打率4割の宮崎を擁する DeNA 打線に凡打の山を築き1失点で勝利。ついに DeNA と同率首位に並びました。昨年の防御率セリーグ1位と2位、ローテの柱である青柳と西優の調子が上がらず、本来のピッチングができていません。だからこそ、昨年阪神にいなかった大竹の奮闘は大きく、先発投手の柱になっています。阪神の防御率は 2.57。点が取れない中でも失点しない試合で勝利をつかんでいます。今年阪神が優勝するために大竹の力は必要不可欠です。今後も持ち味のコントロールと投球術を生かし、勝ち星を重ねてほしいです。阪神に突如現れた救世主、まとめ。今回の大竹耕太郎投手はいかがでしたでしょうか。大竹は高校時代に大阪桐蔭藤浪に負けていたとは何か縁を感じます。大学も名門早稲田大卒で、岡田監督鳥谷隆さんの後輩にあたることも、阪神が現役ドラフトで大竹を指名したことにつながっているかもしれませんね。ソフトバンクの投手はスアレス、カジアに続き縁起がいいこともありそうです。ソフトバンクの育成選手は良い選手がいますね。阪神は今年の現役ドラフトもソフトバンクから指名するかもしれませんね。現役ドラフトで入った選手がまさかこんなに活躍してくれるとは思いもしませんでした。現役ドラフトは今後活性化していきそうですね。大竹投手や阪神投手陣に関してエピソードや応援メッセージがありましたら、コメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録をしていただけたら嬉しく思います。今回も動画を見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。